皆さんこんにちは、コニカキシ YouTuber の小山です。今日はですね、過激なタイトル、チュートリアル得意さんでも逮捕はありえるかもというタイトルでお送りしたいと思います。というのもですね、ちょっと私もその得意さんの記事が新聞で報道された当日にですね、得意さんの、今の脱税というかですね、申告漏れの状況に関して、見解を示した動画をアップしたんですけど、この2、3日、今10月の29なんですけど、新情報がですね、ちょろちょろと出てきたので、それも踏まえての、今日は講義にしたいなと思います。はい。ですね、まず最初結論から。で、結論なんですけど、まずですね、逃亡や証拠隠蔽の恐れがないから国税もですね、今はそんなに騒いでないだけなのかなと、正直今ですね、事実関係を把握した上で何かしらの処分というかですね、上に上げたりですね、そういうふうなことをやってくるのかなとちょっと正直読んでます。というのもですね、2つ目なんですけど、単純無申告、今回の徳井さんのケースでは過去3年間ですね、そもそも善意というかですね、善意無重過失というか、本当にとんでもない自分ではルーズさって言ってたと思うんですけど、本当に悪意がなく無申告だったんだよと主張してますね。ただですね、これ面白いのが、2011年に、そういった単純無申告でも刑事罰が課されるような法律って、実は国会等で今施行されてますんで、実はですね、そういう新しい法律が実はできているので、適用は可能なんじゃないかという、僕の見解を今日は収録していきたいと思います。で、まずですね、皆さん気になっているのが、罰則ですね。これね、頭整理してぜひしてほしいんですけど、なかなかね、他の YouTuber さんとか新聞報道でここら辺の整理されてなかったので、僕ね、いつもセミナーではこれ言ってるんで、ぜひね、今一度、脱税をしたり無申告するとこんだけ怖いんだよっていうのは今日はね、まず皆さんに、まずまず知ってほしいなと。で、まず一つ。これが皆さん知ってるやつですね。脱税。これがよくですね、悪質だったり仮想隠蔽とかですね、経費の架空計上だったり、あとは売上の除外とかするとこれが適用されるんですけど、いわゆる脱税という刑事罰で、10年以下の懲役または1000万以下の罰金、もしくはその陛下というどっちもだよと。こういったケースがよくありますね。で、青白老子が、かの有名な青白老子がこれがですね、起訴されて今、執行猶予中、4年間の執行猶予中という、この範疇になってます。で、右二つが、いわゆる無申告です。実はですね、国で税収漏れ、徴税漏れですよね。で、実は一番多いのが脱税による徴税漏れではなくてですね、そもそも申告を上げてこないと、潜りによる、課税逃れっていうのが多いっていうのが実は昔から問題になってました。で、一昔前まではですね、それを悪意を持って無申告、要は分かってるのに無申告とか、国税から言われてるのに無申告っていう人に対しては5年以下の懲役または500万以下の罰金っていうのがあった、その陛下っていうのがあったんですけど、実はですね、最近はこういうのもあります。これが先ほど私が言った2011年に創設された、単純無申告による保税犯という、罰則があるんですけど、今ですね、単純な無申告、いわゆるうっかりしてた、本で分からなかった、無知だったっていうのでも、1年以下の懲役または50万以下の罰金というルールができているので、実はですね、もう逃れはないんですよというふうに、いつもセミナーでは言わせていただいてます。大体ですね、脱税して税額を逃れるより、そもそも申告書を出さないという、潜りですよね、の方が、課税逃れの方が多いということで、国税はこういうふうにですね、潰しにかかってきてると。はい。じゃあ詳細見ていきますね。皆さんがよくね、新聞報道だったり知ってるのが、この脱税、いわゆる一番強い、罪ですよね。マルサとかに摘発されるとこうなります。そういう場合はもうご存知の復讐なんですけど、10年以下の懲役と1000万以下の罰金、その陛下っていうのはなってます。はい。もうここおさらいなんでね。で、次、一般的な無申告。今までが皆さんが、知ってるとしたらこの無申告の罪、悪意性がありで意図的な無申告だったら5年と500万というふうになってます。で、脱税もそうですし、この無申告もそうなんですけど、これはあくまで刑事罰になります。この500万とかっていうのはあくまで罰金になります。で、この課税に書いてるんですけど、いわゆる本来納めておくべき税額を本税と言いますし、それにですね、過少申告だったり、無申告加算税だったり、重加算税、いわゆる罰則的な税金のことを加算税と言うんですけど、それはですね、当然のように別途、当たり前ですよね、かかってきます。なので、本来納めておく税金が1000万だとして、重加算が 40% なんで400万乗っかってたら1400万。プラス罰金だよ。これは、無申告脱税もそうですし、意図的な脱税でもそうです。申告脱税もそうだと。いうふうになっております。はい、これはおさらいです。で、いよいよ2011年に、これ皆さんほとんど知らない人がほとんどだと思うんですけど、国はですね、しれっとこのような法律を出しました。いわゆる単純無申告で悪質性がなくてもですね、はい、税制改正で故意の申告書不提出による保税犯に対する刑事罰ですね。いわゆるさっき言った通り、追徴課税だけではなくて、はい、罰金刑、禁錮刑が課されますよと。それがこういった1年以下の懲役、または50万以下の罰金。はい。というのはあるので、今回のケースはですね、これじゃないと、個人的には思うので、なぜこれにね、当たらないのかっていうのを考察していこうかなと思います。
今回ね、お得意さんだったら50万円を払えるかもしれないんですけど、まあ、この1年の懲役刑になってしまうと、まあ、禁錮に行く、まあ、青白王子のようにもしかしたら、執行猶予で何年というふうにはなるかもしれないですけど、いわゆる起訴はされて前科はつく可能性は全然あるかなと思っております。はい、まとめですね。はい、まとめ、一番悪質な売上の除外だったり架空経費の計上だったりする、いわゆる脱税ですね、意図を持って悪質を持って、税額を免れる行為を脱税で、いわゆるそもそも申告を出さなくてもそれが故意ですか、悪意性がなくて、まあ故意がない単純な無申告ですかと、こういうふうに無申告脱税と、申告脱税に分かれてますよと、はい、いうのがおさらいになります。で、僕が言った通りですね、あれとなんか徳井さん今回納めたから OK みたいな風潮になってて、確かにツイッターでは青白王子とか世間は、いやそんなんだったらみんな無申告で怒られた時に納税したらええやんみたいな風潮があるんで、確かにそれはその通りだなと、僕もそんなこと言い出したら確かにそれがまかり通っちゃうんじゃないかなと思います。なので今回はね、これがなぜ適用されないのかなと個人的にはすごい疑問に思ってます。で、過去の判例僕探ってみたんですよ。当然こういう仕事してるんで探ってみたらですね、我々が見れるデータベースっていうのがあるんですけど、一応ですね、実例を用いて検証してみました。これがですね、東京国税局が、摘発告発した事件なんで、いわゆるだから刑事罰行ですよね。それがまあどういう、まあ、その懲役とかになったかはちょっとそこまで定かではないんですけど、一応ね、個人名は伏せました。はい、一応東京国税局がですね、平成31年なんで去年一昨年ですかね、に一応千葉の、施設ファンクラブを運営している事業者に対して、この方は個人だったんですけども、いわゆるですね、所得税法違反で告発しましたと。で、内容はというと、はい、所得が約1億2000万ありました。まあ、徳井さんの場合も1億何、何千万と言われてますよね、似てますよね。で、これに対する所得税が4900万、まあ、事業所得なんでしょうね、なんで税率が高いですね、累進課税で4900万あったにもかかわらず、ここからですよ、確定申告書提出しないで納税期限を、もうちょっと遅延し続けたと。で、はい、免れた所得税を免れたとみなされて、はい、単純無申告保全犯として告発しましたと。あれと、ちょっと似てますよね。まあ、事業、お笑い芸人という、まあ、エンタメ事業をやってて、所得も1000万ちょいちょい。で、徳井さんの場合は株式会社チューリップっていう法人税なんで、まあ、大体税額が3700万とか言われてますよね。で、プラス、新たな情報では消費税、当然それに関する消費税も納めてないし、源泉所得税だったり、役員報酬が当然出てるはずなんで、それに対する所得税も納めてないと。はい。なので、合計すると税額だけで1億超えてるんですよね。1億800万、200万ぐらいになるんで、同じだと思うんですよ。で、ここの文脈からは読み取れないのが、徳井さんの場合はそれを修正申告して納めてますっていう報道になってますんで、もしこれとの違いがあるとしたらですね、ここまで書いてないので、徳井さんの場合は同じ事象で納めている。この方はもしかしたら納められなかった、もしくは、免れたって書いてあるんで、それを、まあ何なんでしょうね。まあでも、単純無申告なんで悪質がないっていう判断のはずなんで、何かしらの形で納められてないのかなと。そんぐらいなんですよ。なんで、もうすごい紙一重かなと。ここまで情報が、まあ最新情報、10月29日時点で出た時点で、まあすごい事象も似てますし、まあ、ここに同じように適用されてもいいんじゃないかなと。なんでまあちょっとね、もしかしたら見えないパワーが働いてたりするのかもしれないんですけど、ぜひね、僕はむしろこことの違いを教えてほしいぐらいです。はい。なので何かちょっと詳しい方がいたらですね、ちょっと違いを合理的にロジカルに、法律根拠、に伴ってお話できる方がいたらぜひ教えてほしいなと思います。それはまた訂正動画だったりアップデート動画を届けたいなと思ってます。はい、こう思ってます。で、一応ですね、実際逮捕されたり、身柄を拘束されたりするかどうかの基準というのも一応、ここに列挙してました。確かに最近で言うと青白王子ですね。なんで青白王子は、まあ、逮捕されたかというとですね、まあ、一応一般論としてですね、逃亡の恐れがあったり、まあ、海外ですね、に行く恐れがあったり、まあ、特にあの人の場合マルタに移住とかしようとしてるので、マルタに行ってしまったらもう捕まえにくいとか、あとは証拠隠滅の恐れがある場合は大体挙げられちゃいますね。はい、例えばですけど関係者と口裏合わせで証拠隠滅したり、あとはですね、まあ、そもそも捜査に非協力的だったり、まあ、そもそもなんかもうバッシングをツイートしたりですね、そういうのもちょっと心証は悪いのかなと。逮捕される基準にはなるので、まあ、徳井さんの場合はね、もう当然逃げも隠れますけど、本当にごめんなさいって感じだったんで、まあ、身柄までは拘束とかそういうのはされないんだけど、今のところは僕がさっき言った通り、はい、結論ですね。こういうのがないから、国税は今はそんなに騒いでないだけ。ただ、裏の手続き上は粛々と進む可能性はあるのかなと。
はい、で青汁王子も言ってたんですけど、修正申告して納税済みだから不起訴なんだったら、個人的にはうんですね、みんなやるわと、まあ、そのさっきの実例で用いたように、まあ、ファンクラブやってらっしゃった事業者の方は起訴されて、時井さん不起訴なんだと、それはちょっと前例として、まあ、こうやって社会的ね、インパクトが大きい事案で言うと、逆にそれってマイナスに働いちゃうんじゃないかなと、はい、で言った通り、タイミング申告でも刑事罰が課される新しい法律で保税違反というのができているので、適用可能なはずですというのが僕の結論になります。なので、まあ、僕の結論になりますというか、僕の結論としては言った通り、今はまだそこまで発表されてないだけで、もしかしたら逆にそれをこういう無申告しちゃうとですね、単純無申告でもここまでの刑があるんだよっていう、まあ、社会制裁的な側面も僕は使うと思うので、まあ、国税だったり国の判断としては今後そういうふうに報道がされる可能性は往々にしてあるんじゃないかなというのが僕の見解になります。はい、まあ、以上ですね、まあ、ちょっと過激なタイトルでお送りしたんですけど、一応論理立ててお話したつもりではあります。まあ、また何かね、修正情報とかあれば適宜コメントとかいただけると助かります。はい、それでは本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。はい、今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。いろいろまあ、ちょっと面白おかしくね、ジネタを用いてお話しした部分もあるんですけど、まあ、僕が伝えたいのはですね、まあ、先ほども動画では言ったんですけど、まあ、人のトラブルをネタにして、税金をね、語るっていうのはちょっと一つね、そういった確かに部分もあるんですけど、まあ、そんなことよりですね、まあ、これがきっかけになって、まあ、一つでもちょっとポジティブな意味で、税金とか、まあ、お金ですよね、まあ、ネイリテラシーって僕散々言ってるんですけど、もう少しお金に対して、まあ、教育だったり、まあ、教養ですよね、っていうのを身につけていく時代になってきてるんじゃないかなと思って、この動画も発信しています。まあ、日本のね、まあ、悪い文化かどうかわかんないんですけど、まあ、ちょっと間違った時とか、にはすごいバッシングされたり吊るし上げられて、まあ、それに対してね、議論があるっていうのがあるんですけど、まあ、特に僕が言いたいのは納税の義務ですよね。納税の義務って、まあ、国が言ってる割にはですね、そもそも義務教育の部分でお金だったり税金に関する、勉強ってどこまでできたのかなと。特に皆さんですね、僕らみたいな専門家っていうのは当然日々やってますよ。でもそれは仕事だからやってるし、当然お金払って自分たちは勉強してからこういう仕事があるっていうのはあるんですけど、まあ、納税の義務っていうのは全員ですよね。に対して、まあ、どこまでね、そういったインフラが整ってるのかっていうと、僕は全然整ってないというか、行き渡ってないと思うんで、それに関しては、まあ、国レベルでね、ちゃんと変えていかなきゃなと思っております。まあ、義務教育でね、例えばですけど、もうちょっとマネーリテラシーだったり、お金の教養だったり、税金の、まあ、計算だったりですね、意義とか、使い道とか、もっともっと勉強してですね、まあ、そういったところに対してもっと議論が、そもそも論起こるといいなと思って、こういう動画も配信しています。自分もこういう仕事してるんで、まあそのね、売り上げになる仕事ばっかりで、申告とか、コンサルばっかりやってないで、まあこういうお金にならない部分でもですね、こういう教育を通じて、まあ世の中のためになればなと思って、このような動画を配信してる次第になります。なので、その人のね、トラブルとか、不幸をそういういじって遊んだりとかって、そういうのはもう元ね、やるつもりもないですし、やってはいけないことだと思うんで、あくまで僕らはそれを事実としてはあったので、ポジティブにどうやって前向きにね、生かすかっていう点で、僕は動画を、まあ、配信してる次第になります。これが良かったなと思えば、ぜひね、皆さんシェアしていただいたり、してほしいですし、ちょっとね、微妙だなとか思ったところはぜひぜひ改善していきたいんで、そういったコメントとかね、ご指摘いただけると大変ありがたいと思います。まあ、チャンネル登録とかですね、グッドボタンとか押していただくのも当然ありがたいのはありがたいんですけど、まあ、そういった趣旨にはなります。はい、ということで、本日もですね、いろいろ動画を見ていただきありがとうございました。